6つ目はダイナミックスレンジのコントロール。まあ、チューバーって言ってたら、フォルテシモからピアニッシモまで、まんべんなく合奏の中だったら、ハーモニーで演奏するような機会っていうことだと思うけど、まあ、大体音の出始め、1日の練習の始めって、多分メゾフォルテから始まって、で、基礎練習、毎日ルーティーンのエクササイズに入るにつれて、どんどんこう、そうですね、音量の幅が広がっていくような練習に入っていくと思うんだけど、それでなんか特別意識してるようなポイントってあります？ついやっぱり例えば吹いてない期間が長かったりすると、つい楽器を出してバーバーってこうフォルテで荒くこう楽器を鳴らすように吹いてしまいがちなんですけど、僕のコンセプトはあくまでこの小さい音量で出した時のきめ細やかさだったり反応をそのまま息を増やしただけなのがこう大きいフォルテみたいな音量だと思ってるので、そのピアノありきのフォルテというかになるように僕は心がけてます。楽器全体がこう深く息が入って鳴り響くような音色と、そうじゃなくて楽器が鳴る前に音が割れちゃうような、そういうフォルテの違いって多分こう録音ではちょっとなかなか聞きづらいと思うんだけど、そういう、 こう楽器全体がこう深くこう響き渡るような、そういうフォルテーションっていうのはなんかこう気をつけてることになります。そうですね、このエクササイズの中でも出てくる通り、ピアノから始まってだんだん大きくしてクレッシェンドしていってフォルテになった時に、やっぱりその何も意識しないで吹いてると音程が上がってっちゃったりとか、あとは音色がこうムーッとこうちょっとテンションがかかる感じに、ちょっと割れた感じに変わっていっちゃうこととかがあるので、そこが変わらないようにというか、もちろん楽器のその出る音量のきちゃんと綺麗な音で出る音量のマックスみたいな部分があるので、そこを自分でこう探りながらというか、普段の練習でこの楽器はここまでいけるぞというか、そのギリギリを、フォルテの場合はギリギリを狙えるように気をつけて、毎回の練習で自分の出せる限界まで。そうですね、このなんていうんですかね、スピーカーのあるじゃないですか、この音量のゲージみたいな、そのこのギリギリの音が聞いてて音が割れない、このギリギリのところを自分で把握しておくことが大事だと思って、実際音楽で演奏するときもその位置が分かってればそれを超えないですよと、それが大事かなというふうに思います。低音域のコントロールとか高音域とか、もうどれだけ高い音出したいとかどれだけ低い音出したいって結構いると思うんだけど、そういう子たちもやっぱり意識するのは、今日自分がどれだけ低い音でコントロールして安定して出せたかとか、そういうところ。そうですね、まあ僕もこのエクササイズの中にないんですけど、なるべく毎日自分が出せる最低音を吹いたり、自分が出せる最高音みたいなのを吹いて、実際曲では出て そこまで拾う音域は出てこないことが多いんですけど、そこが出せる安定して出せるということを理解しておくことによって、そこまで低くないけど難しい音域とか、そこまで高くないけど割と高い音域っていうのが自分の中で楽に感じるというか、毎日自分の出せる限界までちょっとチャレンジしてるぐらい。そうですね、